おかしいわね。 ID 検知エリアもっと先なのに。遠赤非常警戒態勢発動。列車内に未確認の ID を検知。各車両緊急チェックに入ります。繰り返します。遠赤非常警戒態勢を発動。列車内に未確認 ID を検知。以下略に入ります。どういうこと？どうなってんだ。まっついことになっちゃったわ。説明はあと。早くこっちの車両に。見つかっちゃったってことかな。しくじりやがったな。車両1に未確認 ID 検知。ドアロック行くぜ。もたもたすんなよ。おーやばいやばい。ドアロック15秒。車両1ロック完了。急ぐな。扉ロックされるっす。とにかく走って。作戦2にチェンジ。作戦2って何？作戦2って何すか？車両2ロック完了。警戒レベル3に行こう。よし、抜けたか。まだよ、すぐ次の検知が始まるわ。バレたらアウトよ。でも心配しないで、前の車両に順々に移っていけばやり過ごせるわ。でも一番前になったらどうすればいいんだろう。未確認 ID は列車前半に移動中。ドアロックまで16秒。にぃにぃ、なになに、なんかすられちゃったかな。やばいやばい。まあいいや、行こう。警戒レベルマックスだって。どうしたらいいの？すっ、邪魔なんですけど。よし、うまくいったな。あ、こっちだ。あ、うまくいったんですね。チンラ兵いるよ。行くぜ、こっからダイブだ。お外に出るの？列車から飛び降りたら危ないよ。私、ジェシーよ。ジェシーなんだ。チンラの制服は素敵だよ。男勝りね。え、嬉しいのかしら？怖いね。今更なんだよ。大体どうして来たんだ。だって、あかりさん、時間がないぞ。飛ぶの？うん、決めた。よく見て、私飛ぶから。生きてるはずないんだよな。先に行くは構わないな。リーダーは最後まで残るもんだ。いいから早く行け。おう、怪我しなよ。作戦はこっからが本番だぞ。興味ないね。じゃあな、後始末は頼んだ。めっちゃみんなマゴマゴしてる。じゃあこっから3人での活動になるんですかね。よし、ここまでは予定通りだ。予定通りなの？減ましたって言ってたじゃん。しかし5番マコールにたどり着くまでは油断は禁物だぜ。ビックス、ウェッジ、ジェシーが先行してる手はずになってる。行くぞお前ら。さて5番マコールはこのトンネルの奥だ。こっちですね。ごまだれー糸。この糸っていうのはリミットじゃないや、ウェイトが溜まりづらくなるとかそういう感じですかね。スバイスを下げるみたいな。どうだろう、ちょっと確認は取れないんですが、他と比較ができないので。そんなに変わらないように見えますね。糸ってなんだろうな。スババン。おっぱいでけえ。あ、失礼しました。胸が豊かですね。危ない危ない。真面目に、こちらでは真面目に実況すると決めております。大変失礼しました。よいしょ。いつまで続くんだ。もしかして逆走かな。永久回路かな。
んかいる。シンナーの警備兵どもがいる。この光の帯はシンナーの警報センサー。これ以上奥には進めないな。はぁ、迫っちやら。こっからプレートの下に潜れっていうか、たまんねえぜ。どうするよ、鈴木さんよ。じゃあ仲良く見てみましょうか。ダクトの中に足がかりになりそうなものはないわね。ああ、このダクト降りたらここには戻ってこれないぞ。大丈夫ですかね。のんびりしてる暇はないぜ。一応シンラの奴らが俺たちの行動がバレないとも限らない。続き行くしかねえな。もうゾッとする。よし、エーテル。ポーション。エーテルっていうのはドラゴンクエストでいうと魔法の聖水みたいな感じですよね。私の記憶が正しければファイナルファンタジーにおいての魔法の聖水はドラゴンクエストの日じゃないぐらいに手に入りやすかったような気がします。どうでしょうか。お店で買えたりもするんですかね。さすがにそこまではないのかな。最後まで使えないのはラストエリクサ。どんどん降りてく。とにかく魔鋼炉を全て破壊したいんですね、アバランチたちは。ただ1回目のテロが終わって、でテロの予告をしてしまったが上にすごく警戒レベルが高くなってるので見つかりかけたんですが、なんとか回避したという、そういうことでしょうか。それにしても、お、あれはもしかしてビックス。あ、失礼しました、ウェッジですね。鈴木さんこっちっす。このはしごっす。失礼しました、ウェッジですね。体がビックスなのでビックスだと思いました。あれですかね。登ります。よいしょよいしょ。ジェシーが女の子だっていうのを覚えてます。あ、ジェシーですね。ごめんなさい、列車の ID スキャンのミス、私のせいなの。鈴木の ID カードを私の特別に財布にしたから、あんなこと心を込めたつもりだったんだけどね、失敗しちゃった。余計なことを。これだから女は。ルカリオちょっと男子、 ID スキャンぐらいちゃんと抜けなさいよ。うん、先生に言いつけるわよ。ローリングクロですね。非常に豊かですね。リメイク版来たらどうなるんだろう。まあ興味はないですが。いや嘘ですよ、ありますよ。これがですか。ここのダクトを降りたらもう登れないって言ってましたよね。シャーザクー、登れないって言ってましたもんね。どうやって脱出するんですかね。ただ構造的には一緒なので、もしかしたら問題ないんですか
ね。入ってくるときはちょっと別ルートで入ってきたけど、帰りは同じルートで帰るってことは、またあの10分のタイムリミットが、いやしかし ID コードが必要だったような気がするんですが、大丈夫でしょうか。ここのコードを手に入れるためには何人の敵を、敵じゃないんですね、味方を犠牲にしたことかって言ってましたけど、ちゃんとゲットできるんですかね。ちょっと心配ですね。なんとかなるんでしょうか。そのストーリーの辻褄合わせが非常に気になります。ありえないのかな。ということは、ここの下に一回廊下があって、その後ですよね、爆破滑るすべきところは。ここを降りて、結構こまめにセーブができるポイントありますね。そっか、この時代、そうですよね、ゲームは1日1時間って言われ始めた、そういう時代ですもんね。モナリザそういう時代もありますわ。皆さん今はゲーム1日何時間ぐらいされてらっしゃるでしょうか。私は実況配信含めて1日少なくとも6時間ぐらいやってます。そうです、あまり寝ておりません。デフォルトであんまり寝ないんでね、体調の方は大丈夫です。